はいどうも、ラナベ YouTuber のゆきともです。今回の動画は毎週更新している新刊ラナベ紹介動画です。新刊ラナベがっつり紹介していきますので、一緒にどのラナベを購入するのかチェックしていきましょう。今回の動画では8月中旬発売の香川文庫ファンタジア文庫の2レーベルをチェックしていきます。今回もね、注目作品目白押しになっていますので、一緒にチェックしていきましょう。まずは8月19日発売のガガ文庫のラインナップを見ていきます。今月発売するシリーズ続巻タイトルはこちら。千歳くんはラムネ瓶の中第6巻、プロペラオペラ第5巻、塩太陽の佐藤さんが俺にだけ甘い第5巻、受験の姫のオーバーキル第3巻、僕を成り上がらせようとする最強女師匠たちが育成方針をめぐって修羅場第3巻、送信のエルビナ第2巻、こちらの6作品となります。今回ピックアップして紹介するのはこちらの4作品、ガガ文庫の大注目シリーズ目白押しになっていますので、それぞれチェックしていきましょう。まず紹介するのはこちら、送信のエルビナの第2巻ですね。俺ツインテールになりますコンビで送る新たなる現代ファンタジーシリーズの最新刊、1巻が2月発売でしたので半年間を空けての2巻発売となっています。女神のヒロインと人間の主人公が次の創造神を決めるために戦いを繰り広げるバトルファンタジーシリーズになっています。小学生でありながら一企業の社長である主人公が自分の会社を使って女神たちの戦いに挑んでいくというのが特徴になっています。オレンツインテールになりますであった戦隊ものっぽいノリも受け継ぎつつ熱いバトルが繰り広げられていきます。ただ1巻に関してはまだまだバトル要素は抑えめで、ここからさらに盛り上がる余地があるって感じですね。最新刊でも新たな女神とのバトルが描かれていくようですので、バトルシーンにも期待していきたいところです。特撮風の現代バトルファンタジーが読みたい人は要チェックです。続いてはこちら、塩太陽の佐藤さんが俺にだけ甘いの第5巻です。こちらはガガ文庫で人気が高まっているラブコメ作品ですね。シリーズ累計は40万部突破と発表されていて、かなり勢いが増しているという感じです。タイトルの通りかなり甘々要素の強い青春ラブコメになっていまして、ヒロインの塩対応要素っていうのは、まあ、そんなにはないかなって感じですね。コミュニケーションが苦手なヒロインと、そんな彼女の素顔を知った主人公が惹かれ合っていく甘々展開が魅力的な本作。ヒロインがかなり不器用なところがありますが、純粋でしっかり可愛らしい女の子になっているっていうのがいい感じです。コミュニケーション部分も主人公と近づいたことで改善していこうとするっていうのもグッドです。ただね、割と序盤から相思相愛な関係になるので、じれったさみたいな部分は少なめで、甘々ラブコメ好きの人が楽しめるタイプだと思います。最新刊では2人の動物園デートを中心に、甘々な恋愛頭脳バトルが展開していくと、あらすじには書かれていました。相当糖度の高い物語になりそうですので、シリーズファンは心して読んでいきましょう。続いてはこちら、プロペラオペラの第5巻です。犬村コロク先生が描く恋と空戦の物語、今回の第5巻でシリーズ完結となります。表紙イラストがこれまでの雰囲気と全く違う印象で、すごいね、いい感じなんですよね。ヒロインの笑顔と背景のひまわりが印象的なんですけど、服装がね、こう黒い服っていうのが若干喪服っぽさもあって、ちょっと最終巻どうなるのか怖さもあるんですよね。日本とアメリカをモチーフにした架空の国家の戦争を舞台に、空を飛ぶ戦艦が激しい戦いを繰り広げるド迫力な空戦シーンが魅力的な作品です。艦長であるヒロインと彼女の幼馴染である主人公、そして主人公と因縁があり、ヒロインを狙う敵国の影の支配者の三角関係が戦争と直結しているっていうのは特徴的です。これまで恋と空戦というテーマを描き続けてきた犬村コロク先生らしい魅力が詰まったシリーズになっています。最終巻は最終決戦が描かれていくということで、どんなね、ド迫力な空戦シーンが見れるのか、今からめちゃめちゃ楽しみです。人間ドラマ部分もどんな決着になるのか、結構ドキドキしちゃいますね。作者曰く、これまで描いてきた作品の中でも屈指の出来みたいですし、編集者やイラストレーターまで泣いたと語っていましたので、期待感めちゃめちゃ上がっていますね。戦争が中心になっている物語なので、かなり読み応えのあるシリーズです。未読の方はね、今からでも読んでほしい作品です。続いてはこちら、千歳くんはラムネ瓶の中の第6巻です。ガガ文庫の青春作品の中でも屈指の人気になっている本シリーズ。第5巻発売からあまり間を空けずに新刊発売となりました。青春系の物語の中でも、個人的にはここ数年で一番好きなシリーズですね。魅力的な登場人物と、少し臭さのある文章表現がとても良くて、青春の輝きをたっぷり詰め込んだ
素晴らしい作品に仕上がっています。青春を謳歌しているキャラクターたちが悩みながらも前に進んでいく姿を熱く切なく描いていく本シリーズ。前巻の第5巻に引き続き最新巻も夏休みを舞台に物語が展開していきますが、とにかくね、5巻の引きがとんでもないことになっていたので、最新巻発売を心待ちにしていた方は非常に多いんじゃないでしょうか。作者曰く夏の最後にふさわしい物語に仕上がっているとのことですので、夏休み時期に読むとさらに感情移入もできそうですよね。しかも今回はページ数が600ページ超えという大ボリュームになっていて、過去最大規模の厚さになっています。それだけ濃厚な物語が楽しめると思うとワクワクしちゃいますよね。物語としては今回の最新巻で折り返し地点まで来ているということで、キャラクターたちの関係性にも大きな変化が起きそうな感じです。シリーズファンは最新巻楽しみに待っていきましょう。未読の方は一押しの青春ラノベですので、ぜひともチェックしてみてください。以上、ガガ文庫は今月6タイトルが発売となります。新シリーズの発売はないんですが、シリーズ続刊タイトルが激アツすぎるラインナップですね。個人的には特にチラムネ最新巻がめちゃめちゃ楽しみです。続いては8月20日発売のファンタジア文庫を見ていきましょう。まずはシリーズ続刊タイトルからです。今月発売するタイトルはこちら、辺境都市の育成者第4巻、天聖王女と天才霊女の魔法革命第4巻。両親の借金を肩代わりしてもらう条件は日本一可愛い女子高生と一緒に暮らすことでした、第3巻。こちらの3作品となります。今回ピックアップして紹介するのはこちらの2作品です。どちらも関数少なめなシリーズですね。それぞれチェックしていきましょう。まず紹介するのはこちら、両親の借金を肩代わりしてもらう条件は日本一可愛い女子高生と一緒に暮らすことでしたの第3巻です。タイトルの通りヒロインとの同棲生活を描く甘々系なラブコメシリーズですね。10版もしっかりしていて、人気を獲得しつつあるシリーズです。プロモーションも力を入れていて、声優さんによるオリジナルオープニングソングなんかも話題になりましたよね。両親に捨てられて借金まみれになった男子高校生の主人公がお金持ちのヒロインに借金返済を条件に同棲生活を持ちかけられて始まる本作。かなり突拍子もない設定ではありますが、そこはあまり気にせずにラブコメ部分を楽しむって感じですね。ただ両親に捨てられた主人公は結構ねダメージが入っていて、その部分をヒロインが癒してあげるっていう展開もあったりします。それと主人公の友人的なポジションのヒロインもいたりと、ヒロインレースも結構ね見どころがあるんですよね。最新巻はリアルと季節を合わせて夏休み時期のエピソードとなるみたいです。ヒロインたちと沖縄旅行をする話になるみたいで、口絵イラストもヒロインたちの水着イラストがしっかりありました。ヒロイン全員との旅行なので、ドタバタラブコメ展開はかなりありそうですよね。あらすじには波乱の第3巻と書かれていましたので、ヒロインレースにも要注目です。続いて紹介するのはこちら、辺境都市の育成者の第4巻です。ファンタジア文庫のファンタジーものといえば共感ものなわけですが、本作も例に漏れず共感主人公と弟子のヒロインを描くファンタジー作品になっています。もともとは各読むウェブ小説コンテストを受賞してスタートしたシリーズです。伸び悩んでいる中堅冒険者のヒロインを伝説の育成者である主人公が教え導くという物語として始まった本作。ただそれは1巻の内容なんですが、過去編に近い物語になっていて、第2巻は1巻から2年後の物語になっています。一人の生徒を育てるというよりかは、主人公の教え子となった複数のヒロインたちにスポットが当たるって感じですね。それと主人公の過去の因縁も描かれていって、さまざまな陰謀と対峙していく展開となっていきます。最新巻では主人公がかつて育てた冒険者の一人で、最強の弟子と激突する展開となるようです。結構バトル展開も激しい感じになりそうな雰囲気ですね。王道の共感ファンタジーとして楽しめるシリーズですので、気になった方はチェックしてみてください。以上、シリーズ続刊タイトルを紹介しました。続いては新シリーズの紹介です。今月はこちらの4タイトルが発売となります。ラブコメ結構多めですね。それぞれチェックしていきましょう。まず紹介するのはこちら、君のせいで今日も死ねない。柵を乗り越えているヒロインが印象的な表紙イラストですね。爽やかさのある雰囲気ですが、タイトルの死ねないという部分が気になります。どんな物語なのか、まずはあらすじから見ていきましょう。陰キャでも陽キャでもないカーストもそこそこの俺。けれどある日、屋上でばったりと、神に愛された完璧な美少女と名高い三峰いろはが飛び降りようとしているところに遭遇する。放っておいて、私もう死ぬんだから。そんな彼女を止めて以来、二人で過ごす日々が始まった。空き教室でピザを食べたり、夜のプールで花火をしたり、私君といるのが楽しいかも。君のせいで死ねないじゃん。他人の視線に怯えつつも、そっと心を開いてくれた三峰。完璧な自分の仮面を取った彼女は、子供っぽくて可愛くて、
これは悩める美少女を平凡で幸せな青春へと導く物語ということで、自殺しようとしているヒロインを止めて始まる恋愛作品のようですね。近い設定だと角川スニーカー文庫の飛び状とかがありますかね。まあ、このタイミングで発売ってなると多少は狙っているところもあるのかもしれません。ヒロインは容姿も成績も全てを兼ね備えたい女の子のようですが、そんな彼女がなぜ自殺しようとしているのかっていうのが重要なポイントですかね。で、試し読みを読んだ感じだと、人気者であることに疲れてしまってという感じになっていました。ヒロインにものすごいバックボーンがあるわけではなさそうなので、出だしはすごいインパクトあるんですけど、比較的穏やかな恋愛ものになりそうな雰囲気はありましたね。こちらの新作期待度は 80% としました。まあ自殺というね、センシティブな設定を使っていますので、その部分が単純な引っかかりのためだけに使われていないかっていうのがちょっと心配ではありますかね。傷ついているヒロインが癒されていく展開がどれだけ魅力的に描けるかがポイントだと思いますので、その部分を気にしつつ読んでみたいなと思っています。続いて紹介するのはこちら、英国彼女はラブユーじゃなくて好きと言いたい。こちらも最近増えつつある外国人ヒロインのラブコメって感じですかね。ロシデレが発売してから徐々にジャンル作品増えてきたなっていう気もしますね。どうしてもね、ここら辺は比較対象にはなってしまうっていうのが難しいところですね。どんな物語なのか、まずはあらすじを見ていきましょう。高校生キサラギマナカは初恋を諦めて以来恋愛を避けていた。だが同じアパートに英国の血を引くと噂の同級生ヒイラギステラがいて、料理くらいできますよ、お湯は沸かせます。学校でのイメージとはまるで違う一人暮らしが満足にできない、実は英語もできないポンコツさを見かねてマナカは面倒を見ることに。毎日食卓を囲んだり、寂しがる彼女と一緒に遊んだり、気づけば半同棲状態に。でももう恋はしないから、私は諦めません、だってこんなにも好きなんですから。そんなマナカにステラは意を決して迫り、クソなんだこの可愛い生き物、こんなのドキドキしちゃうだろうということで、まあ、お隣様要素のある半同性系のラブコメ作品のようですね。最近人気のラブコメ設定の、ハイブリッドって感じはしますね。主人公が初恋を諦めてから恋愛に対して受け身になっているところにヒロインがぐいぐい攻めてくる展開になるようです。塩対応気味な主人公がどんどんほだされていってしまうのをニヤニヤ楽しむラブコメって感じでしょうね。主人公の初恋相手は同じ学校の生徒のようなので、絡みはね結構出てきそうな気がしますね。嫉妬するヒロインなんかも見れそうです。こちらの新作期待度は 79% としました。ラブコメブームがもう今ね大変なことになっているので、少し期待度としては抑え気味にはなっちゃいます。設定的に比較してしまう作品も多いので、その中でどう戦っていくのかが要注目です。旅商務を読んだ感じだとイラストも含めて全体的なクオリティはしっかりある作品だと思いました。こちら気になった方はチェックしてみてください。続いて紹介するのはこちら、クラスのギャルがなぜか俺の妹と仲良くなった、今日も君の家行っていい。タイトルにセリフまで入っているタイプの作品ですね。最近ちょくちょく見る気がします。ギャル系ヒロインとのラブコメっぽいですが、義理の妹の部分も要注目です。まずはあらすじから見ていきましょう。高校生の俺南雲真嗣には悩みがあった。家庭事情でやってきた義理の妹紬がよそよそしいのだ。距離が縮まらない二人暮らし、そんなある日紬が連れてきたネット友達が状況を変える。それはクラスで人気の美少女ギャル宝井優愛。3人で過ごすうちに心を開いていく紬、さらに俺と優愛の距離も学校で家で急接近。苦手だった優愛の優しさや寂しがり屋な素顔、家庭的な一面を俺だけが知っていく。私南雲くんの通い妻みたいだね。そうなっていい？それいいよ新任、3人で暮らそう。いやそれはダメじゃないけど、一緒に暮らして一緒に泊まって、優愛は俺の恋人と紬にも勘違いされて、なぜか嬉しそうな優愛。うちに入り浸るたびにその関係は次第に本物になっていく。ギャルと妹、2人の女子との温かく甘いアットホームイチャラブコメということで、ギャルヒロインがメインのラブコメって感じですね。義理の妹がダブルヒロインなのかなと思いましたけど、どっちかっていうとギャルヒロインの方が立ち位置的にはメイン寄りな感じはします。であらすじを読む感じ、ギャル要素や義理の妹、家庭内ラブコメなどメイン級の要素を一気に詰め込んでいるっていうので、そこをねうまく料理できるのかはちょっと気になりましたね。義理の妹はもともとハトコのようなので、ヒロインというよりかは家族として主人公の恋路を応援するってスタンスなのかなと思いました。個人的にはね、報われない恋心を持ってくれると魅力的なキャラになりそうだなって気もしますね。
こちらの新作期待度は 80% としました。結構甘々なラブコメになりそうなんですけど、試しを見読んだ感じ、ギャルヒロインのキャラがなかなかいい感じでしたね。あとはね、義理の妹の方が母親を亡くしたばかりって設定があるので、その部分がギャルヒロインの明るい雰囲気とうまく調和できるのかは注目ですね。まあ、結構ね、明るい設定と暗い設定がこうぶつかる要素も結構感じたので、まあ、うまく処理しないとね、作品のテンションのバランスがおかしくなっちゃいますからね。まあ、ここら辺はね、気になった方は試し読みからチェックしてみてください。続いて紹介するのはこちら、 S 級ギルドを追放されたけど実は俺だけドラゴンの言葉がわかるので気づいた時には竜騎士の頂点を極めていました。まあ激長タイトルですが、表紙のレイアウト大変そうだなと思いますね。まあでもね、表紙のデザインは結構いい感じです。著者は三木なずな先生ということで、もう本当にね、毎月新刊出てるんじゃないかってくらいいろいろなレーベルで書いていますね。まあまずはあらすじから見ていきましょう。超一流の竜騎士集団 S 級ギルドリンドブルムからとある理由で追放された少年シリル。彼が隠し持っていたのは竜と会話ができるという常識破りの能力だった。ユニークな竜たちと出会い、自らのギルドを立ち上げたシリル。その驚異的な素質ゆえか、ギルドのレベルは史上最速の勢いで急上昇。極秘任務の中で命を救った姫にもその腕を認められたシリルは、規格外な竜騎士として名を馳せていく。周囲の少女や竜たちから愛されながら快進撃を続ける彼は、ついに神の子と呼ばれる伝説の竜と対面することになり、世界最高の竜騎士による圧倒的無双ファンタジー開幕。ということで、竜と会話できる主人公が成り上がっていく無双系ファンタジーのようですね。まあ、良くも悪くも、三木なずな先生の作品ではよく見る感じの安定の無双系設定で、まあちょっとさすがにお腹いっぱい感はありますかね。展開的にも新しいものが読めるかっていうと、まあそこら辺の期待感は正直少し弱めかなってところです。試し読みを読んだ感じも、最初にね、サクッと追放されて始まるって感じでした。まあ、逆に言えばね、安定感のある無双系ファンタジーには仕上がってると思いますので、その点はいいところかもしれません。竜のことを道具のように扱う世界で、主人公は竜のことを大切にしているっていう部分は結構いい感じでした。こちらの新作期待度は 78% としました。やはりね、新鮮味という部分ではポイントは低めになっちゃいますね。特にね、三木なずな先生は多作な作家さんなので、その中でジャンルかぶりがたくさんあると、まあ、新作を積極的に読む気力っていうのはちょっと湧きづらいですね。まあ求められているジャンルではあると思うんですけど、何かね、新しい切り口を読んでみたいっていう気もします。こちら気になった方はチェックしてみてください。以上、8月20日発売のファンタジア文庫は、今月7タイトルが発売となります。まあ、全体的にビッグタイトルは少なかったですが、新シリーズはしっかり発売されますね。まあ、自分的にはラブコメ系のシリーズいくつか購入するかもしれません。ということで、以上8月の新刊ラノベ紹介動画をお送りしました。今回はガガー文庫のシリーズ続刊タイトルが激アツですね。特にチラムネとプロペラオペラは発売をずっと楽しみに待っていたので、優先して読んでいこうと思っています。来週は MF 文庫 J を中心に紹介していきますので、そちらも楽しみにお待ちください。毎週新刊紹介動画更新していきますので、この機会にぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。